ジル -131 は1960年代にソビエト連邦のジルで開発された66輪駆動の軍用トラックである。ソビエト連邦軍の主力輸送トラックとして1990年代までに約100万両以上が生産され、ソビエト連邦の崩壊後もロシア連邦軍や旧東側諸国で広く運用が続けられている。ジル -131 は 第二次世界大戦後に開発、製造されたジス -151 及び、紹介量型のジル -157 に変わる、戦後、第二世代の軍用トラックとして1967年に量産が開始された。1950年代後半に、民間向きに開発されたジル -130 をベースに開発された66輪駆動。 積載量5トンのオーソドックスなボンネットトラック型でガズマイナス -66、ウラルマイナス -375D とともに1970年代から1980年代のソビエト連邦軍の主力輸送トラックとして広く使用された。開発、生産はジルによって1967年から行われ、1986年には改良型のジルマイナス -131N の生産が 行われた。1994年になると後継車種のジル -4334 の生産のためジル -131N の生産が終了したが、同じソ連のウラル自動車エンジン工場での生産に切り替えられ、ディーゼルエンジン搭載型のジル -131N1N2 なども含め、2012年にワムズが倒産し創業停止するまで生産が継続された。 派生型としては、トラクタートラック型のジル -131V や、寒冷地仕様のジル -131S などが存在する。また、各種のパネル版トラック型や、消防車型、ミサイル運搬型なども開発されている。また、自走式多連装ロケット砲の BM-14 や、BM-21 シリーズのベース車台の一つとしても使用されている。 ウィキメディアコモンズにはジルマには、ス百 -131 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。